それではただいまより地域とともにある学校づくり推進フォーラム2021九州沖縄第2部分科会事例発表を開始いたします。こちらは第3次元 B 分科会です。事例のご発表いただく前にご案内です。この後の事例発表中、ぜひ質問や感想をチャットへお送りください。事例発表後はそちらの質問や感想を拾いながら CS マイスターと発表者からお答えいただきます。それでは第3次元の事例発表を始めます。発表者は福岡県春日市立春日野小学校教諭坂田歩美先生です。助言を行いますのは CS マイスターの森康之先生です。私は司会を務めます福岡県教育委員会の岩村と申します。それでは坂田さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました福岡県春日市立春日野小学校の坂田歩美と申します。福岡教育大学教職大学院にも在籍しております。よろしくお願いいたします。では画面共有させていただきます。それではコミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的推進に関する研究について発表をさせていただきます。はじめに主題設定の意味について述べさせていただきます。近年、学校、家庭、地域を取り巻く課題は複雑化、多様化してきています。このような社会の中で学習指導要領の改定が行われ、教育課程特別部会における論点整理では社会に開かれた教育課程を実現することの重要性が述べられてきました。そのような中で、コミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的推進が求められています。現在、コミュニティスクールと地域学校共同活動を推進する体制を取り入れている学校数については、このようになっています。その一体的推進の要である地域学校共同活動推進については、平成29年3月の社会教育法改正により、教育委員会が委嘱することができるようになりました。ますます一体的推進が広がっていくと考えられます。在籍校のある春日市でも、平成17年度よりコミュニティスクールがスタートしました。春日市では、コミュニティスクールを学校、家庭、地域の3者が共同し、子どもを共に育てる教育の基盤を形成する仕組みそのものであると捉え進めてきました。さまざまな取り組みを通して、子どもの生きる力と市民性を育むとともに、共同のまちづくりにまでつなぐことを目指しています。市民性とは、より良い地域社会実現のため、地域に関わろうとする意欲や行動力のことです。これらを地域に対する関心度と地域情報に対する関心度で、子どもたち自身が自己評価できるようにしてきました。春日市でのさまざまな活動や取り組みは、学校の実態や地域に合わせて成果を生み出しています。しかし、実践をしていく中で、児童・生徒自身による主体的・積極的な活動を創造していかなければならない課題も見えてきました。春日市の子どもたちの市民性を育み、今後、より一層の教育効果を生むコミュニティスクールへと発展していくためにも、コミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的推進を図っていくことは大変重要なことであると考えています。在籍校である春日市立春日野小学校では、平成20年度よりコミュニティスクールとして学校運営を行ってきており、本年度で13年目となります。実動推進組織としては支援組織方式を取り入れており、スライドに示したような5つの応援団組織に保護者ボランティアを募り、学校を支援していただいてきました。しかし、春日市で毎年行われる CS 進捗状況評価の過去4年分を比較してみると、教職員や児童へのコミュニティスクールについての目的や仕組みについての周知が減少してきていることが課題として見えてきました。また、支援組織方式で進めてきた結果、保護者や地域からの学校に対する支援状況の評価は高い一方で、学校からの地域に対する貢献状況が低いということや、カリキュラムの内容のうち、地域に返す、地域と学ぶといった項目の取り組み状況が低いことが分かってきました。そこで、学校が主体であった学校支援活動から、地域と学校が連携、協働して、
地域全体で子どもたちを育てていく地域学校共同活動へ発展していくことが必要であると感じました。以上のことを踏まえ、研究主題をコミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的推進に関する研究、副題を地域連携カリキュラムのマネジメントを中心にとしました。主題のコミュニティスクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことであり、保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画し、地域の力を学校運営に生かし、地域と共にある学校づくりを推進していきます。地域学校共同活動とは、地域住民、保護者、学生、NPO など幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支える活動のことです。これらを一体的に推進させていくためには、まずは学校運営協議会において目標の共有を行うことが必要になります。さらにその目標に向かって、地域学校共同活動をスライドで示す青色のサイクルで回しながら、幅広いメンバーで実践、評価、改善を行っていきます。その際、黄色のサイクルも定期的に回しながら、学校運営協議会委員が実際の様子を見たり、評価したりしながら、課題克服のための内容について熟議し、改善を図っていくことで一体的推進が実践できると考えています。次に、地域連携カリキュラムについて説明いたします。学校、家庭、地域の連携についてこのような図で表されたとき、コミュニティスクールを進めるにあたって、図の A、B、D のカリキュラムの工夫が求められます。これらの内容を春日市では、地域連携カリキュラムとし、地域の方や保護者の経験、知識、趣味や特技を学習に生かす、地域を生かす、地域の歴史、伝統、文化、自然などを学習に生かす、地域を学ぶ、学んだことを地域や家庭に伝え返す、地域に返す、地域の方や保護者と共に学ぶ、地域と学ぶという4類型で示しています。この地域連携カリキュラムを編成、実施、評価し、改善を図る一連のサイクルを推進していくことが、マネジメントを行うことにつながると考えています。そのために、目標・目的の共有、主体性、継続性といった3つの視点を大切にし、昨年度より配置されている地域学校共同活動推進員の役割を明確にしながら推進していくことで、より組織的な活動が行われるようになると考えました。以上のことより、地域連携カリキュラムを中心とした地域学校共同活動の PDCA サイクルを確立するマネジメントを行えば、学校運営協議会における協議も活性化し、コミュニティスクールと地域学校共同活動との一体的推進が図られ、より一層の教育効果を生むコミュニティスクールへと発展すると考えています。具体的方策としてましては、まず地域連携カリキュラムを見直すこと、そして地域学校共同活動の PDCA サイクルを確立すること、学校運営協議会の在り方を見直していくことを考えました。まずは地域連携カリキュラムの見直しについてです。見直しを行うためには、まず目標・目的の共有が必要になります。職員研修の場で、中学校ブロックでの目標や学校教育目標、重点目標について確認をしていきました。さらに、地域連携カリキュラムの内容や方法をしっかりと見直すために、各学年の目指す資質能力を明確にしていきました。この資質能力をもとにしながら見直し活動を行っていきました。見直しの視点としては2つです。1つ目は強化・重点化の視点です。より効果的な関わり方について考えたり、他に地域連携した方が効果が上がりそうな授業を見つけ出して書き出していきました。視点の2つ目は開発・改善の視点です。目指す資質能力で考えたとき、単元を変更した方が良いものや、連携の相手や関わり方を変えた方が良いものを考えていきました。見直した結果、スライドのように、生活化や総合的な学習の時間を核とした地域連携カリキュラムを作成しました。そして、これをもとに本年度の実践を行っていくこととしました。具体的方策の2つ目は、地域学校共同活動の PDCA サイクルの確立です。まずはプラン、計画の段階です。計画を立てていくために、昨年度の市民性評価についての子どもたちの実態や目標の共有を地域学校共同活動推進とともに行いました。
その後、各地域で行われる行事についての洗い出しを行い、今年度の重点について話し合っていきました。本年度はコロナ禍により実践できるか未定のものもたくさんありましたので、まずは行っている活動の広報啓発や、活動したものの成果や課題を吸い上げることを重点としました。さらに話し合いをもとにして活動計画を作成し、1年間の活動を見通すことができるようにしていきました。次に Do 実践の段階です。実践を確実に行っていくために、地域学校共同活動推進員と主幹教諭、それから研究者である私との推進会議を月に1回実施しています。その中で地域学校共同活動の進捗状況を共有したり、今後の学校や地域での活動の予定を確認できるようにしていきました。実践にあたっては、人材の発掘や地域連携カリキュラムを進める上での困りごとなど、教職員だけでは難しい面があったので、地域連携カリキュラム相談会というものを研修計画に位置づけ、そこにも地域学校共同活動推進員に関わってもらうようにしました。実際の相談会での内容です。コロナ禍により地域に出ることができない子どもたちに代わって、地域学校共同活動推進員に情報収集をお願いしたり、パンフレットを置くための公民館への連絡を代行してもらったりしました。さらに子どもたちへのフィードバックの仕方についてアドバイスをもらうこともできました。これは4年生の総合的な学習の時間、春日の祭り魂という単元における実践です。中学年では地域への関心を高め、積極的に関わろうとすることができることを目指して実践を行いました。単元目標はスライドに示す通りです。導入では地域にあるお祭りについて話し合いました。地域行事が行われていた2年前のことを思い出しながら、そもそもなぜお祭りがあるのか、地域で開催されているお祭りについて調べようという学習課題を設定していきました。そして調べる計画を立て、コース別に分かれて調べていきました。今回は3つの地域の自治会長と春日市の祭り振興会の方にご協力いただいて調査活動を行いました。さらに調べたことをまとめ、交流し合って祭りに携わってある方々の思いについて深めていきました。すると祭りの内容は違っても、祭りに対する人々の思いは共通していることに気づいていきました。そこからさらに祭りを継承発展し、思いを受け継いでいくために自分たちができることは何かを考えていきました。今回は地域での祭りが開催されない状況の中で、どうにかして地域の方とつながりたいという4年生児童と担任の願いのもとで、春日の行燈祭りを開催し、地域の方を招待して祭りを楽しむ場というものを設定していきました。当日は地域の方と一緒に春日音頭を踊ったり、体育館を真っ暗にして自分たちの願いを書いた行燈を点灯したりして、地域の方と一緒に楽しむ姿が見られ、中学年の目標である積極的に関わろうとすることができたのではないかと考えます。次はチェックアクション、評価改善の段階です。活動は行うだけでは次に生かすことができません。そこで月に1回行っている推進会議で振り返りを必ず行うようにしました。活動の成果や課題を出し合い、良いところは継続しながら、課題克服のための改善案を考え実践できるようにしていきました。また前期の地域連携カリキュラムの評価改善を行うために、夏休みに地域合同研修会というものを行いました。この研修会では教職員だけでなく、 PTA の本部役員、学校運営協議会委員、学校支援ボランティアの登録していただいている方々や、読み聞かせサークルなどで関わってくださっている方々にも参加いただきました。また密を避けるために学年ごとに6グループに分かれ、グループ交流した後、オンラインで全体交流を実践していきました。話し合いの中で、成果といえる子どもの姿についての意見や、もっとこんなこともできそうだというアイデアなどをいただくことができました。後期の学習に生かしていくための方法を見出すことができたグループもあり、活動の評価改善を行うことができた回となっていきました。本作の3つ目は、学校運営協議会のあり方の見直しです。コミュニティスクールとして地域学校共同活動との一体的推進が図られるためには、何を柱として学校運営を行っていくのか、その柱の設定が必要不可欠となります。そこで今年度の第1回学校運営協議会において、地域連携カリキュラムに関する内容について熟議していくことを提案しました。
さらにそれが1年を通して育てたい資質能力の育成につながっているのか、評価改善していけるように学校運営協議会の年間計画を作成していきました。こうすることにより学校運営協議会委員の方々が学校を訪れた際に地域連携に関わる部分を視点として見てもらえるようにしていきました。こちらは本年度の学校運営協議会委員のメンバー構成です。各地域の自治会長や育成会、PTA 本部役員等により構成されており、学校、家庭、地域での様子について熟議できるようになっています。さらに地域学校共同活動との一体的推進のためには推進委員会議での内容と関連させていく必要があります。特に地域合同研修会で行ったことをもとに成果や課題を共有し、全体で熟議した方が良い内容について吟味をしていきました。第3回学校運営協議会では保護者や地域の方への効果的な広報啓発の仕方について熟議し、子どもたちを活用することや文字ではない SNS や動画などの ICT の活用が提案されました。またその学校運営協議会において本年度より立ち上げたコミュニティ委員会の児童を参加させました。その時の発言の様子です。ご覧ください。子どもたちが大人の質問に原稿なしで答える姿や、思いついたこともしっかり発言する姿に学校運営協議会の方々が感心し、子どもの姿がやはり大人の心に響くこと、子どもたちをぜひ活用していきたいことを改めて実感する場となりました。以上の方策を通しての全体考察です。これは教職員の CS 進捗状況評価の結果です。地域学校共同活動推進員は学校と地域とのつなぎ役になっていますかという項目ではずっと高い数値で推移しています。これは職員研修に参加してもらったり相談会で関わってもらったりと、さまざまな場面での関わりの増加によるものであると考えます。 CS の目的や仕組み、取り組みの周知についてもほとんどの項目でポイントが増加しており、定期的な研修により周知を図ることができたこと、委員会発足により子どもたちへの説明も行われたことなどが要因として考えられると思います。カリキュラムの整備、取り組みについては特に重点を置いた地域に返す取り組みについてのポイントが上がってきています。これは実際に PDCA サイクルを教職員が体験し機能してきたことにより、実践しようという主体的な意欲が高まってきたことが要因であると考えます。またこちらは夏休みの地域合同研修会後に行ったアンケートの自由記述について KH コーダーでテキストマイニング分析を行った結果になります。出現回数の一番多い名詞は地域であり、保護者や子ども、学校という言葉も多く見られたことから4社での活動実践の大切さを感じていることが分かります。また図の赤い印のグループの連携活動の大切さとオレンジ色の印のグループの成長の実感を結びつけているのは学習であるというところからも、地域連携カリキュラムを通して子どもの成長を実感する場があることにより、連携活動の重要性を感じ、次の実践意欲が高まっていくということが分かってきました。具体的にはこのような意見が多く見られました。方向性が見えてきた、市民性を育てる上でとても大切など、目標・目的の共有化が図られ、今後への実践意欲が高まっていることが伺えました。こちらは学校運営協議会員の方々の CS 進捗状況評価の結果です。
7月までは活動がなかなか行えず、成果が見えなかったので、数値としては厳しくなっていましたが、後期に地域連携カリキュラムの実践が行えるようになり、関わりが増えたことでポイントも上がってきました。またこちらは地域合同研修会後の保護者や地域の方のご意見を KH コーダーでテキストマイニング分析を行った結果です。子どもという言葉からさまざまな結びつきがあるように、子どもを中心として活動や取り組みについて知り、自分たちにできることを考える上での地域合同研修会の有効性というものが見えてきました。具体的な意見の中には、親も考える良い機会となった、地域として何ができるか考えたいという意見があり、参加者の意欲の向上が見られました。以上のことから研究の成果です。コミュニティスクールとして保護者や地域と目標、目的を共有するには、地域学校共同活動の評価改善を行う場を設定し、学校運営協議会と関連させることが大切であるということが分かりました。さらに、コミュニティスクールとして教職員の当事者意識を高めるためには、地域連携カリキュラムについて PDCA サイクルを確立し、地域学校共同活動推進とともに実践を行う体制を作ることが有効であることが分かりました。そして、コミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的推進を図るためには、地域学校共同活動推進員と連携し、活動の成果や課題を共有した上で、学校運営協議会での成果や評価や改善に生かすこと、それにより次への活動実践につながっていくということが見えてきました。今後はさらに地域連携カリキュラムが継続していくために、研修部との連携を図り、一般研修において地域連携カリキュラムの充実を図っていくことが重要であると考えます。さらに、今回は地域連携カリキュラムのマネジメントということで、学校での活動をメインにマネジメントしていきましたが、地域学校共同活動としてもっと広がっていく必要性を感じます。地域や家庭の方まで活動実践を広げ、地域と子どもたちとの関わりを増やしていくことが必要であると考えます。そうすることで、地域の課題が学校運営協議会の熟議で話し合われることもあると思います。そのようにして、学校を核とした地域づくりも可能にしていくことが今後の課題です。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。坂田先生、ご発表どうもありがとうございました。教職大学院で学ばれていることの、成果ということで発表いただきました。そのことについてもですね、この後、CS マイスターの森先生の方からも補足で説明していただけたらというふうに思います。それでは、CS マイスターの森先生へ進行をお渡しします。よろしくお願いいたします。はい、それではもう時間が限られてますので、早速始めたいと思いますけども、チャットにもですね、かなり書いていただいておりますので、チャットのを一つずつ拾い上げながらですね、坂田先生、と一緒に答えていきましょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、とても素晴らしい発表かなと思いますが、まずですね、質問が来ているのが、最初の方ですけども、地域がですね、学校に求めているものは一体何かなということですが、要するに学校側はですね、地域に求めることのイメージは大体湧きますよね、学校の先生。じゃあ、当時、2年前でいいですけども、その頃、地域が、の人たちは学校に何を求めていてたのかな、何が課題だったのかなというところですが、どうですか。はい、地域の方に直接聞く場っていうところがなかったので、あれなんですけれども、やはりアンケートの結果等を見ても、学校支援っていうところからスタートをしているので、たくさん支援をしていただいて学校側はすごく助かるっていうような感覚があったんだと思うんですけれども、じゃあ地域に対して何かをしてるかっていうとそこが低いので、地域の方々もその何かをしてもらいたいっていうような感覚よりかは私たちがしてあげようっていうような方向性のものが大きかったんじゃないかなというのを感じました。なるほどね。春日署は3つ型があるんですよね。それの一つの支援型コミュニティスクールだから、地域はいっぱい支援しているので、それはそれとして成果がある。ただ、地域の皆さんにとっては、じゃあ地域に還元するというところですね。そのあたりが弱かったと。春日市はあとそれ以外に共同型というのと分散型と3つあるので、春日の小学校は12年やってますが、支援型をやっているので、支援型の良さであり、課題だということで、捉えていただいていいかなと思います。
2番目です、地域学校共同推進3名いましたかね。はい、3名です。どのように決めたのかな。でそれと学校運営協議会の委員との関連はありますかという質問です。どうぞ。はい、昨年度よりうちの学校では配置をさせていただいているんですけれども、最初の段階で、どなたにしていただけるかというような調査が行われて、今していただいているのは、PTA の方々が、3名していただいています。で昨年は PTA の元 PTA の方っていうようなことが入っていたりとかして1人変わられたんですけれども、そういうふうにして、大体 PTA の方とかにお声がかかってやってもらっている形になっています。だから学校運営協議会にもその3名には参加をしていただいて、推進委員の中で話し合ったことをつないでもらうっていう役をやってもらっているところです。はい、ありがとうございます。カスカロはどっちかというとPTA の OB がなってるということですね、はい、で他の春日市のところでは、私が関わっているところでは自治会長の OB とか、元運営協議会の OB とか、そういう方がコーディネーターになっているところもあります。そういうところはまたそういう特色が全然違うので、それぞれのカラーがあっていいのかなというふうに思います。はい、次です。で3番目はですね、カリキュラムの関係です。先生の特徴はカリキュラムマネジメントを通してですね、充実させようということですが、はい、先生方教職員はカリキュラムについては理解をしていくと、それとか重要性はよくわかると思うが、要するに地域住民、にとっては非常にカリキュラムについては難しいんじゃないかなと。ですから要はそのカリキュラムマネジメントの中で地域の皆さんのカリキュラムの共有の具体像という質問ですが、どんなふうに地域の方が関わればいいのかなという、ふうにイメージをしてあるか答えられますか。はい、はい、確かに言われる通りカリキュラムのことを地域の方にお話をしてもなかなか難しい面があったので、だからこそ資質能力っていうところとか目指す子どもの姿っていうところで共有をさせていただきました。で4月の段階でそういう話をしたんですけれども、じゃあ一体どんな姿がそこに結びついているのかっていう価値づけはなかなかまだ結びつかないところもあると思うので、その辺については私の方で次の学校運営協議会とか3回目4回目の時に実践したことと、これがこんなことに結びついていますよねっていうことをこっちも発信をしていきながら、こういう姿が出たのはこういうことをしたからですよっていうことも含んでお話ししていきながら、評価をいただいたような形になります。うんうん、じゃあ今実践の中でチェックアクションのところでですね、地域の保護者参加がありますよね。はい、実践は どんなメンバーが参加されたんですかね。地域や保護者は夏休みの合同研修会ですかね。チェックアクションですね。学校運営協議会の方と、うん、それから PTA の本部役員の方と、うんうん、それから、ずっとうちの学校は読書で読み聞かせサークルに関わっていただいてますので、読み聞かせサークルの方々と、もともとある学校支援のボランティアに登録してある方々にお声かけさせていただいて、で来ていただける方に参加いただいた形です。なるほどね。はい、じゃあこのカリキュラムについても、そういう直接活動をしている人たちを中心に少しずつ関わって、いただいているということですね。はい、はい、それからもう一つですね、地域学校共同活動推進のことで質問が来てます。はい、もう少しですね詳しく、地域学校共同推進のことを知りたいなという質問なんですけども、どんな仕事をしてやるかということをいくつか挙げられますか。はい、一つはその学校支援ボランティアとしてうちの学校がスタートしていますので、学校支援ボランティアに登録していただく方々への呼びかけだったりとか、当日の受付や説明等を担ってもらったり、それから職員研修にも関わってもらったり、地域連携カリキュラムを進める上で、先生方と打ち合わせをしたりしながら、じゃあどんな人材がいるからこことつなぐといいねっていうようなところをつないでもらったりしています。関連してですね、こんな質問が来てます。春日野はもう13年ぐらい経ってると、はい、しかも支援型でしょうと。ですから地域人材の、要するに人材バンクですね、等々についての資料とかそういうのは蓄積はないんですかという質問ですが、
どうですか、はい、一応ですね、ボランティアの方を4月に登録していただいて、でその後っていうのがまたこう1年ごとに1回リセットをして、いるような形になっていましたので、蓄積というよりかは毎回毎回登録をしてもらっているような形をとっていました。ただ、今回いろいろ地域の方とかもご登録いただいてきていますので、その辺の登録の仕方とは変更していかないといけないかなというふうには思っています。なるほどね。まあ、もちろんあの支援型ですから、そういう蓄積はバンクはあるんだけど、それをいつも更新しているというようなことですね、はい、はい。それからですね、毎月1回あの推進会議をしているということですが、要するに地域学校共同推進のメンバーの会議ですね、はい、これの要するに人員、どんなメンバーなのか、それからどんなことをしてやるのかなということをお聞きしたいということです。はい、はい、うちの学校の地域学校共同活動推進の3名の方と、それから、地域担当として学校側の主幹教諭と私のメンバーで、5名で毎月お話し合いをさせていただいています。で、話し合いの中身としましては、その、まあ、月前回の会議から今回の会議の間で行われた活動の成果や課題を共有したりとか、今後の予定だったりとかいうところを話し合ったり、学校運営協議会とのつながりもありますので、この推進会議の中で成果が見出せなかったりとか、ちょっと他の人の意見も聞きたいよねっていうようなこととかを、じゃあ熟議の題として持っていこうかっていうようなことも含めてお話し合いをさせていただいてます、うん、それと関連してですね、あのその3名の方はいつどのように活動されているかなということをちょっと私、まあ、追加質問が来ましたいつどのように、もう本当にたくさん活動していただいていて、私が全てを把握はできていないんですけれども、うん、まあ、カリキュラムの中で、関わってもらう方々が学校にいらっしゃるときに、まあ、当日の受付だったりとか説明をしてもらったりとか、あと普段の中でも先生方と打ち合わせをしてもらったりとか、職員研修の日とかっていうことで結構な割合で来ていただいています。はい、ありがとうございます。それから子どもですね、子どもが登場してますが、はい、これについて質問が来ています。これはあのコミュニティだより、はい、コミュニティ委員会だよりかな、そういうものを子どもたちが作ってそれを出すと、いうようなことですが、まあ、どのようにですね、児童会にこう提案してこう進められたのかなという、そこら辺の立ち上げのところをちょっとお話してもらえますか。はい、まあ、最初立ち上げる際は、まあ、学校長とも相談をしていきながら、でコミュニティスクールなのにコミュニティスクールとして何をしているのかを子どもたち自身が知らないっていうのは課題じゃないかなっていうところで、まあ、委員会と連携させていけないかなというところからスタートしました。で、昨年あった委員会の内容もちょっと踏襲して、前の委員会を一つ減らして、でその内容も含めてコミュニティ委員会として発足させていこうということで、まあ、委員会の担当の先生とかともお話をし、で、最初のコミュニティ委員会の時には私の方からもこういうことをやってほしいなっていうことをお話をして、子どもたち自身で一生懸命考えて取り組んでいるというような形です。手応えはどうですか。子どもが関わることによって、まあ、運営教育会、先生、地域の人、はい、保護者、なんかプラスの面なんかありますか。すごく子どもの力が大きくて、やはり子どもが参加して子どもたちの方から発信した方が大人は耳を傾けてくれますし、地域の方もやっぱりこの子たちがこんだけやってるなら何かできることないかいなねっていうようなことに進んでいくので、子どもの力はとても大きいなと感じています。そうでしょうね、春日署は全体として 4,5 年前から子どもを登場させるようになってるんですよね。つまり学校、家庭、地域、子どもという四輪駆動に今、もう10年越してますので、それによって特に小学校も、少しずつ広がってきて、もう中学校はもっとさらにですね、生徒会が立ち上がって、どっちかというと今は生徒会が地域のボランティア活動というか、ボランティアではありませんね、地域課題解決者に今なってるんですよね。そういう中学校もあるので、ぜひこれは一つの特色かな。もう春日市は長いところではもう15年経ってますのでですね、そういう成熟したコミュニティスクールの一つのキーワードはやっぱ子ども、子どもに、が主人公ですから、子どもも、まあ、運営教育会の委員ではありませんけども、運営教育会に関わっていくという、
そういうあの仕掛けもですね、非常にあの参考になるかなと思いますけど、あともう5分ですので、じゃあ私の話をちょっとしますので、よろしくお願いします。じゃあちょっとプレゼンを共有します。もう5分ですので、もう簡単にいきますと、坂田先生の、すいません。先ほど坂田先生の立場のことをちょっと話しとかないかんけど、坂田先生は春日野小学校在籍の先生で、2年間、私の学校、要するに教職大学院に院生として今、参ってきてます。で、2年間の 長期派遣として、コミュニティスクールの勉強をしてます。で、私のまあゼミ生になりますけども、2年目はもう、研究者としてですね、春日野小学校の方に在籍して、立場は、主幹共有という、立場でですね、仕事をしているということです。ですから、このコミュニティスクールも主幹という立場でですね、関わりながら、研究をしているという、そういう、先生でございますので、よろしくお願いいたします。この研究についてはですね、もうご承知のように、今回の社会に開かれた教育課程というの実現に向けたですね、コミュニティスクールと地域学校共同の役割をもう明確にしようやないかというようなところがキーワードかなと思いますね。もう一体的推進というのは、まあ、当然のことですが、なかなか一体的推進といっても、それぞれの事業が、役割が明確になってないとですね、なかなか一体的推進も絵に描いた餅になりますので、しかもですね、それをカリクラムマネジメント、仮マネでですね、いかに進めていくかということだと思います。で、まあ、このような図がよく出てきますけども、坂田先生の学校は当然ながら、もう12年ですけども、実は地域学校共同推進を移植したのは2年なんですね、まだ。ただこれまでの蓄積があって、学校運営教育課と右側の地域学校共同本部ですけども、それをですね、なんとか地域学校共同推進を移植してですね、この2年間でこの形を作り上げようということで今頑張っています。で、まあ、社会的な教育課というのはこういうことですが、もう整理しますとこんな感じになりませんかね。自転車図でちょっと指し示してるんですけど、実は学校運営教育会が前輪で、地域学校共同活動が、まあ、後輪に当たるのかな。で、簡単に言いますと、学校運営教育会というのは、学校の目標やビジョン、それから目指す姿を共有し舵取りする役割、4つの機能がありますよね。競技承認機能、それから意見具申機能、それから29点の改正で支援機能も出てきました。それから春日市はですね、評価機能も立ち上げからやってますので、この4つの機能をですね、フル回転させて、要するに行く方向をしっかり定めるという、方向を定める、コントロールする、これが運営教育の大きな役割なんですね。で、後輪の地域学校共同活動はコーディネート機能をしっかり働かせてですね、多様なですね、協力活動や、放課後子ども教室の活動とか家庭教育の活動とか、そういうものを要するにビジョンに向けの実現に向けた活動推進の役割だと、こんなふうにですね、捉えて坂田先生も今、研究というか実践を進めているところでございます。よくこの辺りが理解できないと、他の県ではですね、もう地域学校共同本部があるから学校運営教育会は偉いんやろうとか、まだそういう声もあるんですが、全く役割がですね、じゃあ何のために学校運営教育会に権限を持たせているかというのは、こういう意図なんですね。ですからこれをですね、坂田先生はこんな風に PDCA のカリクラムマネジメントサイクルに乗っかってですね、登場させると。で、どの場で運営教育会を機能させるか、どの場で、評価するかというようなことを今日ご発表をされたというふうに思います。非常に大事なですね、内容かなと思いますので、どうぞこんな感じですね。具体的には、コーディネーターさんが一緒にですね、学校の先生方とカリクラムの見直しをしてありますね。実はなかなかですね、先生方も管理職等々はですね、意識は高いですが、一教員のコミュニティスクールに関わる意識が低いというのはですね、これ文科省の調査でも結構出てるんですね。で、この坂田先生の学校はこのカリクラムにの見直しというか PDCA サイクルによって非常に意識が上がったという今日データが出ましたよね。非常に大事なことかなと
というふうに私も思いますので、非常にこう参考になる取り組みかなと思います。まあ、そういう形で一体的に推進することによってですね、やっぱりモチベーションも上がってきますし、このことがですね、学校のより良い発展で、そのためにはですね、まだ2年目ですけども、この地域学校共同推進の役割なんですが、どうしても流れ歴史的に見ますと、もともと学校支援地域本部で立ち上がっている学校ですので、まだまだ学校を支援するという意識は当然で大事なことですが、まあ、これからはパートナーとしてですね、子どもの未来のために社会総合化に何ができるかという視点の観点変更がですね、いるかなと思いますね。もちろん支援をすることも大事な仕事ですが、そういう意味でですね、整理するとこんな感じでですね、地域学校共同活動の仕事っていうのは整理できるかな。今のところですね、ここで書いてる青、赤、このあたりがですね、かなり充実して、あとこの緑側のところですね、学校教育活動会、このあたりのところをさらに広げていきたいというようなことが、今回の提案ではなかったかなというふうに思います。1分過ぎました。非常に貴重なですね、ご発表だったと思います。他の関係機関もですね、活用できるところはどうぞ生かして、さらにそれぞれの学校のコミュニティスクールが充実できればいいのかなと思います。以上で終わります。はい、ありがとうございました。改めまして、坂田先生、ご発表どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、第3次元を終了いたします。どうもありがとうございました。